大型駅は新潟県新潟市東区岡山にある東日本旅客鉄道白新線の駅である相対式ホーム2面2線を有する地上駅になっており両ホームは古戦橋で連絡している JR 新潟ビジネスが受託する新潟駅管理の業務委託駅ポスター末が設置された 改札検証の出発窓口があり、営業時間は7時40分から16時30分である。駅車内には窓口、自動改札機、タッチパネル式自動券売機、化粧室、お知らせ印などがある。自動改札機では全通路で交通系 IC カードが利用可能。JR 東日本によると、 2020年度の1日平均乗車人員は873人である。2000年度以降の推移は以下の通りである。駅前は新潟北高校や住宅があるほかは田園が広がっているが、北側に 1km ほど離れた新潟県道3号、新潟柴田村上線沿線やその周辺には市街地が形成されており、新潟県立大学や自動車学校も所在する。 西側には IHI 原動機の工場が立地する。南西側に住宅地が続くが、その他は田園が広がる。周囲に新潟市場球場や高速道路の新潟空港インターチェンジが所在する。2019年5月現在、北口ロータリー内に新潟交通グループの路線バスが発着している。ロータリー乗り入れ前は、 北側の県道295号線沿いに、旧大型駅前バス停とイスルギバス停があり、さらに新潟北高等学校の東側に、これらの路線の折り返し地点となる、北高校前バス停がある。折り返しのため、半時計回りの経路を取る関係で、イスルギバス停は、中心部方向のみのバス停である。新潟県などは、新潟空港へのアクセス整備の一環として、 大型駅を新潟空港前駅と解消し、同駅と空港等、シャトルバスで結ぶ構想を進めていることを2006年5月に明らかにした。県は、自らが立ち上げた構想に基づいて、JR 東日本新潟支社など関係機関に要請を行い、2007年春に予定されていった JR 東日本のダイヤ改正の際、大型駅を 新潟空港前駅に解消させる方針であった。しかし、大型駅は空港から直線で約5キロメートル離れていることや、当駅自体も駅施設や周辺道路等の整備、再開発が不十分で、駅構内に大型車を乗り付けることができないなど、問題が多く残っていた。それらの問題点を踏まえて、JR は2007年3月の ダイヤ改正時点での駅名解消は見送った。なお、駅名解消の類似事例としては、い雲も人材駅歴史などが挙げられる。ありがとうございます。